三条西家。三条西家は、藤原北景館陰流着重、天宝林三条家の分家である大木町三条家の、そのまた分家で大臣家の価格を持つ公家、西三条家とも言う、大木町三条家の分家でありながら価格は、本家のそれをしのぎ、三大人家の中でも別格とみなされていたばかりか、室町時代から江戸時代初期にかけて、右大臣をたびたび出したため、 その価格は、聖火家とほぼ同格とみなされていた。関員家着流の天宝林三条家にも、たびたび用紙を出したため、戦国時代以後の天宝林三条家の直接の、血統は、三条西家のものとなっている。江戸時代の家録は五百二国。維新までは、三条西と西三条の双方を、比較的自由に使っており、明治になって十七台工場が、 白尺に受尺されたのを機に、これを、西三条に一本化したが、しばらくして、これを三条西に変えている。通り字は、公、三、木、文家に、押し工事や、武者の工事や、高松家がある。南北朝時代後期、大木町三条を実る次の次男の県大納言、三条西君時を外する。君時のこの実心は県中納言在任中に死去した、ため。 次の世代の候補は本家である大木町三条家から養子に入り、成果の価格を引き継いだため、大臣家の価格を有することとなった。三条西家の当主は、代々和歌に優れたが、そもそも三条西家と加藤との関係は、大木町三条家時代の大木町三条を実る次に、始まる。実次は二条、た明の弟子となり、二条派一門の古今伝授。 継承者に名を連ねた。また三条西候補も古今伝授継承者である二条派、行隆氏の弟子であった。室町時代後期の三条西寂高は二条派葬儀に、支持し、歌人、諸家として名を成した。また三条西家の家業となる行動、五家流もこの時期より始まった。戦国時代の三条西寂高、三条西金栄だ。 三条西三重は和漢に精通し、サネタ金家が三重の三人は、三条西三代と呼ばれる。三条西家による科学の継承は、三条西三重の後、本来は三条西広告が継ぐべきであったが、三重が老齢に達した折りまだ幼かったため、三条西三重の皇帝、細川雄才が、中継ぎとして、ここんで演じを受け、三条西広告の成人を待って伝えた。 しかし、三条西広告が創生してしまったため、雄彩は、諸座ネエダとの生前の約束を誠実に果たすべく、再び広告のこの三条西美城に伝え直している。実長は、武将でもあった、私雄彩が、関ヶ原の戦いで、巨城田辺城を敵軍に、包囲されており、御用税天皇の直所を携え単語まで下校している。三条西美城の後は、 三条西君勝が継いだ。また未条の第二子三条西公主。武者の光治家の祖大密後聖功美合。聖光家の地の高松家の祖が、文家独立し、それぞれ家を建てた。以降、江戸期を通して河道は三条西家一門の家職的学問となる。藤原定家の子孫としては、冷泉家が知られているが、実際には、室町時代から明治期に至るまで、 二条、家政着流を伝承する三条西家が、帝家の後継者として、家壇の主流を占めた。郷馬猿の後は、三条西実教が継いだ。実教は二条八宗家としての誇り高い家人であった。郷馬猿の子で、実教の弟である、大家家恩は、文家独立しをし工寺家を建てた。江戸時代初期の女性で、江戸幕府三大将軍、徳川家光の乳として、 有名なカス曲局も、三条西家に、縁のある人物で、三条西未條と名を妹の縁組をし、苦行である三条西家の即女として御所に散大し、局号を許された。実長は、武家転送となり、会員も右大臣まで昇進した。河馬猿は若くして亡くなったため未上は、孫にあたる三条西実況に、ここんでをした。また実況も晩年になるまで、慶子に恵まれず、 死死となる。幸福を得たのは七十九歳の時であった。実況の皇帝には、鍋島光重がいる。三条西君吉は、加賀藩主、前立名乗りの娘を正室として迎えた。それより以前に、加賀藩主前田家により、大規模な蔵書の調査及び整理が行われている。幸福はわずか三歳にして、父を失ったため、霊元天皇をはじめ中野院通み、 武者の工事実る影に稼働を指示した。幕末期の当主は、三条西末友で、いわゆる七教地の一人として維新に際して、勲功があり、また、明治天皇の若師子藩としても有名である。三条西君近は、水原県知事及び、新潟県知事として活躍した。三条西佐根義は、大田所に出資する歌人でもあった。昭和の当主、三条西君正は、 実践女子大学教授などを務める一方、五下流行動総家として、日本行動協会会長も務め行動の復興、発展に尽力した。また、精霊女子短期大学の校歌作成者としても知られる。後世夫人は、厚順皇后の妹にあたる国のみやけの、信子女王である。後世の後を継いだのが実験であり、行動の発展に尽力した。実験の弟、三坂は、 母方のおじの家である、国公爵家を継承している。現当主は、君彦であり、行動を広める活動を積極的に行っている。三条西家の文書は、学習院大学、東京大学、国立公文書館、国文学研究資料館、早稲田大学、カリフォルニア大学、天理大学、日本大学などの各研究機関に分散所有されている。 三条西未城の次男である、孔子が起こした家。家名の由来は、室町時代に三条西下ネタからが住んだ、武者の孔子通に面する三条西家の邸宅である、武者の孔子代にちなむ。孔子は優秀な家人であった。孔子の次は、一族より寺院が継承した。寺院の息子である、孔也も優秀な家人であった。三条西未城の三男である寺孔が起こした家。 実行及び、その、息子聖皇身信は優秀な家人であったが、身信の息子である、実院は、さらに優秀な家人であった。実院は、霊元天皇の命により、一族の武者の皇子家を継ぐこととなり、聖皇家は一時期耐えることになったが、さらに、霊元天皇の命により、実院の次男である、重機によって、聖皇家は再興されることとな、重機までは、 戦闘御所に禁止する院三の国であったが、銃器以降は、代々が金利に出資できる道場の家となった。後に、成功家は別名である高松を称号とした。三条西君勝の次男である大焼けが起こした家、国立歴史民族博物館の旧高給料取り調べ帳データベースより算出した幕末期の三条西家領は以下の通り、七村、 502国2と8章4号。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。